こんにちは、あやちねねです。よろしくお願いしますね。さてと、そろそろ時間ですね。おそらく何もないとは思うんですが、万が一ということもあります。それにまだ発見されていない被害者もいるかもしれません。どうしましょうか。時間ずらします？あまり近づきすぎないで、もう少し様子を見ませんか？やっぱり撃ちます。じゃあ、撃ちますね。何も言わないでください。操作が難しいです。でも楽しいですよ。私は今までにこういうゲームをしたことがなかったので。どうせ私なんて痛くて恥ずかしい格好をする女なんですよ。張り倒しますよ。ありです！ありありです！前半2回、後半3回、延長は1回までありなんです！ありじゃないと困ります！何を、ここ、違いますよ！80秒でわかる、ゆずソフト！ゆずソフトはご存知の通り、アダルトゲームブランドで、女の子とイチャイチャするゲームを出すソフトメーカー。すでに9作品ほど出していますが、続きものではないので、どれから購入しても大丈夫。デビュー作はブラスバンド部を舞台にした、青春恋愛アドベンチャー、ブラバン。学園が統合されることになり、お互いのブラスバンド部が勝負。主人公が女の子とイチャイチャし、練習そっちのけでセックスしながらも勝負に勝っちゃうお話、エビかわいい。2作目はエグゼ。過去にトラウマを持った主人公がなんやかんやで女の子を口説き落とすお話、ナスキの鍋食べたい。3作目は夏空彼方。常夏の島で出会った秘密を抱える少女との出会いが大きな事件を呼ぶお話。でもユイコには秘密はない。そして天真爛漫が4作目。不幸な体質の主人公がヒロインたちとワイワイ過ごすお話、全年齢版もあります。さらにノーブルワークスで5作目、主人公が入れ替わってお金持ちの学院に潜入するお話。この少女レベル高い。6作目がドラクリオット。童貞を捨てに旅行しに行った主人公が本当に童貞を捨てちゃうお話、まさにエロな。甘いアイルノーツは7作目、空に浮かぶ島で先生を好きになった女の子がオナニーしちゃうお話。メイン4人中3人オナニー。前作のサノバウィッチが8作目、図書室でオナニーを見られたヒロインと付き合うお話。オナニーから始まる恋もある。そして最新作の宣伝漫画は一体どんなお話になるのか。でもまだ語り尽くせない。全ては7月29日の発売日で。今のは一体何なんです？私がみんなの前で歌うということですか？でも歌詞もうろ覚えですから自信がないと言いますか、うまく歌えないと思います。ですがやれるだけやってみます。あなたみたいにちっちゃなハートギュッと詰め込んで、まあ
しまわないと。そのためにやはり大きな衝撃を与えるのが。あれ、いない。大丈夫なはず。ええ、絶対大丈夫です。おそらく、きっと、多分。ほら、立て、立て。タイム。やった。早く移動しましょう。はあ。少し距離を置いた方がいいかもしれませんね。これでよし、行きましょう。私は今日はちょっとそのゆっくりとしか動けなくて。どうしてこんな思いをしなくちゃいけないんですか。もうやだ、お家帰る。サノバウィッチ。とても静か。もう
当に時間がないみたいです。前と違ってすっごい痛いです。無理です、歩くと擦れて手が震えて、ごめんなさい。緊張したりするといつもの怒っちゃうことも多くて、私が説明しよう。その服装、魔法に関わらない人間には見えなくなるような効果がある。あくまで相手に気づかれなくなるだけで、声は聞こえるし、意識を集中されると気づかれることもあるがね。ねえねえ、分かっただろ？そんな、最悪です。もうお家帰る。ゆずソフト最新作サノバウィッチは2015年2月27日に発売予定です。よろしくお願いしますね。